さんこんにちは。暮らしの花文化、今日は少し雨が降っていますけれども、後ろに蓮の花が咲いています。今日はこの神秘なかつ美しい蓮の花についてご紹介しましょう。蓮はインドやユーラシア大陸原産の水生植物です。美しい花の下には根があり、そこがレンコンになるわけなんですけれども、インドのヒンズー教の神話ではハスは世界樹と考えられています。それはハスが土と水と空気、これを貫いて咲く花だからです。それゆえヒンズー教の神話ではハスの花の中から世界が創造されたとされています。一方、仏教の例え話で霊柩の花というお釈迦様をめぐる説話があります。これは泥の中から美しい花を咲かせる蓮をお釈迦様が人間に例えて、どんなに苦しい状況にあっても美しい花を咲かすことができるのだよという例え話になっています。このように蓮は様々な地域で大切な、そして神聖な花とされてきたわけです。ゆえに蓮の花言葉に清らかな心というのがあります。さて、江戸時代になりますと蓮の花の園芸も進みまして、さまざまな品種が生み出されます。今皆さんご存知の上野の不忍池は、この頃から蓮の名所として蓮の花見が夏になると盛大に行われたようです。1951年には植物学者の大賀一郎博士によって2000年前のものと推定される蓮の種が発見され、そこから花が咲いた話は有名ですよね。このように蓮は豊かな生命力を持つ花でもあるのです。さて皆さん、今回蓮の話いかがだったでしょうか。まあ、どこでも見える花というわけではありませんが、ぜひこの花を見かけたら古代のローマンに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。